父親が剣道をやらせたいということで、いろんなところに働きかけてスポーツ少年団を立ち上げたんですね。でそういう関係があって私も、小学校2年生から、剣道を始めてます。まあ共立大学に行けば谷口先生というすごい先生がいるから行ってみないかということで、言われまして、じゃあ受験してみようと。わあ、こんな強い先生がいるんだと、もうものすごくかっこよくて、もう力もものすごくあって、本当に強いなと。でそういう先生に毎日稽古を、書かれたというのがやっぱり、今も、財産で残ってると思います。その警察署で、交番勤務したり、刑事やったりですね、いうことを、やってました。でその中で、剣道を続けていくためにはどうしたらいいかということで、やっぱり少年剣道から始めたんですよ。少年剣道指導官、警察学校の授業ですけど、お互いに手一本だいぶ試合になってこうやってやったりするんですけど、そういう部分を少しずつ